ヒサンガニはコンゴ民主共和国の北東部に位置する公益都市、ソポ州の州都である。人口は約160万人である。古くからアラブ人の通称地であった。1882年に探検家のヘンリー・スタンリーがヒサンガニ宿駅の名で再建設し、1898年には彼にちなんでスタンリービルと改称された。1960年に コンゴ動乱の際に、判定民族主義を掲げた、ルムンバ首相派の臨時政府が置かれたことがある。また、1964年9月には、コンゴ人民共和国の革命政府が国家樹立を宣言し、この地を首都としたものの、11月には、コンゴ民主共和国のカサブブ政府軍によって、陥落した。百六十六年に、救命の機産がニに戻された、川の中の井、 コンゴ川中流にあるボヨマ滝の下流北岸に位置する。標高は415メートルである。中心部キッサンガニはキッサンガニ、カボンド、ルバンガ、チャーポ、マンゴボ、マキソの6つのコミューンからなる。コンゴ民主共和国において東部の重要な経済拠点である。キッサンガニの市場コンゴ川を使用した河川交通の終着点である。キッサンガニ駅。 キサンガニにはいくつかのサッカーチームがある。サッカースタジアムとしてスタッドルムンバがある。ER 緊急救命室の第9シーズンにおいて主要登場人物の2名が非政府組織の一員としてキサンガニに着任し、医療奉仕活動に従事するエピソードがある。ありがとうございます。